はい、はい、こっちアイスですか。こっちアイス。こんにちは、417にお越しくださってありがとうございます。ラグチャンネルを見てくれてる人も、そうですね、今日はイケちゃんワールドにちょっと連れて行こうかなと思いますので、よかったら楽しんでいってください。お願いします。じゃあ最初1曲は、ほっぺというオリジナルソングを歌っていきたいなと思います。あ、で名前言うの忘れてましたね。池田大成って言います。よろしくお願いします。じゃあ1曲目はほっぺっていう曲。それにつられてみんなも笑うよ。ふわりぷにぷに君のほっぺた、ほっぺたを触るとみんな笑顔になるよ。なぜかというと君がニコってするから、それにつられてみんなも笑うよ。あれから一年が経ったとするなら、君はとっても大きくなったね。から一年が経ったとするなら、みんなの顔を見てから一年が経ったのか。ふわりぷに人大きくなってね、大きくなったらみんなでワイワイ楽しく話そうね。ふわりぷにぷに君のほっぺた、歌を触るとみんな笑顔になるよ。なぜかというと君がニコってするから、それにつられてみんなも笑うよ。それにつられてみんなにこり笑ですね。この曲はですね、知り合いの、お子さんに書いた曲なんですけど、1歳の誕生日プレゼントに
まあ、書いた送った曲ですね、はい、すっごいほっぺがプニプニしててですね、とても可愛いんですよ。で次の曲はですね、最近まあ騒がせてますね、コロナの歌なんですけど、新型コロナウイルスでこうやってライブができない中、こういう形でできるのはすごい新鮮だなって思いながら、でもこうやって歌う場所があるだけですごい自分は救われてるなって思いながら、こういう活動を今もしてるんですけど、まあ、まだそのコロナウイルスがですね、佐賀に来る前にもう来てほしくないからですね、やっぱりだからそういう思いを込めて作ったコロナ来るなっていう歌を聴いてください。ことがどんどんなくなってゆく、君はなぜ日本に来てしまったの、マスクもなくなってきてるし、人に不安与えてるし、早く日本から出て行け。テレビをつけてみると、君のこと報道してるよ、日本全国でも制覇するのだろうか、そんなくだらないことは今すぐやめておくれよ、みんな元気でいたいから、みんなの楽しみや命を奪わないで、学校休んでしまったらパパママ大変だから、今すぐどっかに出て行って、いやいや消滅してくれ、コロナ来るな、これ以上広がるな、行きたいライブもあったのに、たくさん遊びたかったのに、コロナ消えて、みんな気をつけてね、これをライブで歌った日に佐賀にコロナ一人目っていうのがね出てしまったんですけど、っていうのがちょっと一つなんだろう、トラウマっていうか、なんていうんですかね、この初めてですねこの曲を作って、ライブで歌った時に、その何時間後ぐらいかにね、佐賀で一人目っていう通知が来て、マジかと思って、すごいなんか悲しくなりましたね。まあ、そんな感じで自分が高校の時に作った曲を、失恋ソングを聴いていただこうかなと思います。真っ白っていう曲聴いてください。君と歩いた道を今一人で歩いてみた、いろんな思い出を振り返り、ながらゆっくりと歩いてみた、思い出の道、
思い出の場所、ここは二人で走った道、君は僕の大切なパートナーさ。もう傷つけないと約束は難しいけど、大切な君へ届くといいな。君がいなくなってから気づいた、君の本当の大切さを。君をどれだけ苦しめていたのか、気づくのが遅すぎた。君を守りたくて君が大切で、君が大好きで離れないと自信はあったんだ。でも見えないところで君を苦しめていたのか。ごめんね、でも君と遊びじゃなかったから、大好きだよ。今更だけど愛してるよ。口では何とだって言えるさ。だからこれから、これから変わるから、約束も守るから、もう一度僕とやり直してくれないか。大好きだよ、今更だけど愛してるよ。君がくれたあのギターでこれからも歌ってゆくよ。君と出会ってから初めて笑顔かったな。大切な君へ届くといいな。僕の気持ちが君に届いたかな。ああ。
ありがとうございます。じゃあちょっとここで自分の自己紹介をしたいなと、遅いですけどね、自己紹介をしたいなと思うんですけど、まあ自分は今20歳で、保育士をしながら、まあ歌を歌っています。で、普段はですね、長渕剛のカバーとかですね、昭和の曲とかをやったりして、そしてまあオリジナルもさっきみたいにこうやってるんですけど、まあそんな感じの活動をしてますね、はい。でまだ CD はちょっと出してないんですけど、まあ、作りたいなと思いながら毎日を送っております。はい、じゃあ次の曲はですね、オリジナルの胸に秘めてっていう曲を聴いてください。少し僕と一緒にいてくれないか、君と離れるのはちょっと怖いから、だからもう少し僕と一緒にいてくれないか、君と出会った時はそんなつもりじゃなかったけど、気づいた時は君とはもう離れられない、実る二人の恋心羽ばたけ日、出会った場所、その日の天気、君は覚えているかい、あの日の出来事を、覚えているかい、初めて手をつないだ日、二人あの場所で口づけを交わした日、変わる二人の幼い姿が瞳閉じれば大事なものをしっかり胸に秘めて、祈る二人の恋心羽ばたけ
ありがとうございます。はい、じゃあ次は最後の曲にしようかなと思うんですけど、最近先週作った曲でですね、実は僕先週の月曜日にちょっとライブ配信をしてる時にですね、くしゃみが止まらなくなって、でちょっと鼻を詰まってしまったんですよ。そしたら耳がパーンってなって鼓膜が破けてしまって、そういう歌を作りました。右耳とライブ配信という曲を聴いてください。ある日インスタライブをしてるとくしゃみが止まらなくなった。我慢していたけれど最後の最後に我慢できなくなった。そしたら耳がポンと音を立て、その後からなんだか変になった。あれ聞こえにくいな、右耳が病院に行ってみると、鼓膜が見事にパックリと破れていた。手術をするのかと思っていたけど、何もせずにただ蚊の止めの薬飲むだけ。自然に閉じるらしい。何もせずに閉じるらしい。手術はしなくてよかったとほっとした。しまったな。至らんことをやっちまったな。耳が聞こえづらいから声量音痴にはならないように、鼓膜は自然手術はしなくてよかったとほっとした。ああああ、耳が聞こえづらいから声量音痴にはならないように。ありがとうございました。池田大成でした。